はいどうも今回は「ファイヤーを諦めました」というお題でいきたいと思います。あのー、最近はです、ね、すすねごい長期ででで構えてるんですよでこれというのもほんと短期でですねガリガリやってると日常生活に一生をきたしてしまうというところなんですね。まあそれはやってみて分かったことなんですけどほんと長期って楽だな っていうのと同時に、あのー、足元をですね、えー、見てるだけでいいので、えー、非常に落ち着いて日常生活を送れるというところをも気づきました。FIRE についてね、ちょっとお話をしたいと思います。で、ファイヤーって何なのっていうと、ファイナンシャル インディペンデンス、リタイア、アーリーというところですね。若くして資金を作り、そして自分がですね、好きなように生きる。で、好きなように生きるっていうのは、結構こう、解釈のね、違いが生じてくると思うんですけども、だから今であればやりたくない仕事をやって、 でお金に換金をしてでそのお金で生活をしてるっていう方々が非常に日本なんかはあおそらく8割9割はあそういう方なんじゃないかなと思うんですね。9割以上かも分かももんんなないです、えー、なんですすけどもその 好きなことをするのに、そうすると資金がかかるんだけども、生活をする、自分の身をね、えー、管理をするのに、まあ、衣食住すべてですよね。お金がかかりますから、通常ね、かかりますから、それも踏まえて、えー、ファイヤー、ね、資金をがあれば、 あ好きなことを自由に好きな場所で行って好きな人とおいられるという時間が増やせるわけですよね。うん。っていうところになります。せっかくなんで、このファイヤーのね、定義付け。じゃあ、ほら、資金がいくらあったらいいのっていう話になると思うんですよね。ファイヤー、ファイヤーって言うけど、あーいや、私もファイヤーするって意気込んだはいいけど、目標がないわけですよ。んファイヤーって、うん。 資金をとにかく作ればいいんだなじゃあ。じゃあ最初お金を貯めなきゃいけないんだな。 っていいううとところが始まると雲をもう掴むようなね、えー、思いから最初はこうファイヤーするぞって言って、えー、モチベーションをグーンと上がるんだけどモチベーションっていうものは本当に簡単でね、えー、下がりますでまあそれを話すと長くなるんで簡単にねモチベーションがなんで上がってなんで下がるのかっていうお話をするとこれ脳科学にのっとったお話になりますんでね、えー、したいと思いますでモチベーションっていうものは何かをやるぞっていう自分のね脳みそにインパクトを与 る情報が入った時に著しく急上昇します。でモチベーションというものはそれを維持するとなるとそれに伴った行動を少なからず毎日行うことによってこのモチベーションが低下で低下がすごい鈍化するわけですよねゆっくりになる。 で、通常、え、モチベーションがグンって上がると、ギュンって下がっちゃうんですよ。だから三日坊主っていうよく言われるのは、あれ脳科学にの乗っ取ってるんですよ。は、新しいことをするっていうことが、すごい負荷がかかるので、えー、やりたくないわけですよ。食って食べて寝るみたいな、あ食って食べて寝るうん、食って寝る。食っちゃね食っちゃねっていう言い方するのかな。食っちゃね食っちゃねしてしまうっていうものは、あれは動物の本能です。 本能なんで別にみんなね、周りの方でやってても、で自分自身がそうであってもね、悪いことではなくて、あれは脳に従った動きをしてしまったるてるので、えー、そういう話になってきてるわけですね。ってことで、私たちがやることっていうのは、ファイヤーをするぞって言ったら、何らかの行動をと、 取っていいいかななきゃいけででですすよとうことでそこそをですね、えー、具体的にどの程度あ今の、ね、日本円の価値であればいいのかっていうものを定義づけをしてでそれに向かうことができさえすればですねこれはあ,あとは時間っていうことをかけられればあ容易にですね えー、みんな達成できるというところで、えー、そこをお話をしますで、えー、毎月ですね毎月のお金ですね今使ってる額に対して12をかけるというところになりますで12をかけたお金、まあ、生活費っていうものがあるじゃないですかで私であれば家賃とかを光熱費とかを踏まえて考えると25万円ぐらい欲しいかなっていう定義付けに,にしましたね よってなってくるとそれに対して12をかけますで、えー、そうするとですねまあ、300万円になるわけですよ300万円で300万円欲しいよって毎月いくらかかるよってそれを由にかけてで300万円だよって300万円かける25掛けをまたするんですねでそれが運用式になります えーあのー、自分たちがその25万円の生活費を使うにあたって、まあ使っていくにあたって、運用資金はあだ、だから25かけるわけですね。だから整理しますよ。整理しますとお、毎月いくら生活費がかかってる。で、それに対して12かけますね。十二で、イコール100万円かける25。 があ運用資金になりますで、私みたいに生活費が毎月ね、25万円欲しいよっていう方であれば、あ12かけて300万だから、300万円かける25で、えー、7500万円なんで、7500万あればあ、ファイヤーの定義付けにはあ入ってくるということになりますまあ私はですね、この7500万円に対して、じゃあどうしていくのかっていうものは、うん、分かりましたので、 これについて動いていきます。まあ、ファイヤーにはならないかもわかんないですね。ファイヤーとは、若くしてお金の呪縛から解き放たれるみたいな、あそんなことなんで、まあ、若かないんでね、おっさんなんでね。うん。でも、この動画をね、 見てくださってる少年少女をそしてまあ大学生高校、うん、大学生とかね新社会人とか、まあ、そういう方々はですね、まあ、早くその目標と目的っていうものを明確にして、えー、まあ今回であれば25万円かかるんであれば7500万円あの作んなきゃいけないから7500万円作るにはあじゃあどうしたらいいんだねっていうところをねやっていけばいいと思います。 はい、っていうところで自分自身がファイヤーになるにはいくらあかかるのと、ね、えいう,うところでお話をさせていただきました。というところで、えー、ご視聴いただきありがとうございました。